ザ・ロイヤル・カンガルーズはプロレスのタッグチームである。イギリス出身のノーマン・フレデリック・チャールズ3世とオーストラリア出身のロード・ジョナサン・ボイドによって結成され1970年代にアメリカ合衆国やカナダで活動した。それぞれオーストラリアで活動していたノーマン・ローンズとジョニー・ボイドが北米のマット海に進出後、太平洋岸北西部の NWA。 参加団体パシフィックノースウェストレスリングにおいて1971年に結成された。長髪にヒゲズラというヒッピー風の外見でありながら、オーストラリアに移住した英国貴族というギミックのもと、それぞれノーマンフレデリック・チャールズ3世及び、ロード・ジョナサン・ボイドと名乗り、ファビュラス・カンガルーズにあやかったヒールのタッグチームとして活動する。以降、 1970年代全般は PNW を長年の主戦場として、クルト・フォン・スタイガーカール・フォン・スタイガー、トニー・ボーン&、ムーン・ドッグ・メイン、ダッチ・サベージ&、ジミー・スヌーカー、ブル・ラ・モス&、ジェシー・ベンチュラなどのチームを破り、同地区のタッグ部門におけるフラッグシップタイトルである NWA ・パシフィック、ノース・ウェスト・タッグ王座を再三獲得した。他地区では、 1973年6月7日に、ノースカロライナ州グリーンズボロにて、ジョニー・ウィーバーアート・ネルソンから NWA ミッドアトランティック・ブラスナックルズ、タックオーザを奪取。1974年5月25日には、ジョージア州の振興団体だったオールサウスレスリング・アライアンスにおいて、レイキャンディエルモンゴルを下して、明日はジョージアタックオーザを獲得した。 1976年9月18日には、カリフォルニア州サンフランシスコにて、同地区認定の NWA 世界タッグ王座を、パットパターソントニー・ガレアからダッシュ、12月4日に、ジミージョニーのバリアント・ブラザーズに敗れるまで、体感していた。カナダでは、スチュハート主催のスタンピード・レスリングにおいて、1977年4月6日に、レオ・バーク キースハートを破り、インターナショナルタッグ王座を獲得している。日本にもロイヤルカンガルーズとして、1974年2月に、新日本プロレスのビッグファイトシリーズに参戦。星野勘太郎山本小鉄のヤマハブラザーズやアントニオ猪木柴田勝久などのチームと対戦し、新日本プロレスに初登場したアンドレザジャイアントとのトリオも組まれた。 1976年1月には全日本プロレスの新春ジャイアントシリーズに再来日。ジャンボ・ツルダ&タカチホ、高アキヒサ、ジャイアント・ババ&、ザ・デストロイヤー、国道コンビのグレート・ソロク&、大熊本寺などと対戦した。1978年9月、バンクーバー地区での試合を最後にチームを解散。チャールズは、カルガリーのスタンピードレスリングに転戦し、ボイドは、 PNW に残留して、それぞれシングルで活動した。ありがとうございます。